こんにちは、かよです。そして明けましておめでとうございます。2023年になったということで、新年一発目の動画どうしようと思って、取っ手出しという感じでね、もうなるべく早めにこの動画を出そうかなと思っているんですが、今日は1月の3日かな。でこれからお買い物に家具をね見に行こうと思ってます。ルームツアーを今年こそやるぞっていうのを1個目標にしてるんですけど、ソファーだったりとかがちょっと買い替えたいなって、いろんな理由があって買い替えたいなと思ってるので、ソファーをメインに家具を行こうかなと思ってて、で最近、使っててよく褒められる、私もお気に入りでよく使ってるアイシャドウだったりとか組み合わせを使ってメイク動画撮ってみたので、よかったら新年一発目のメイク動画最後まで見ていただけます。最後まで見ていってくれたら嬉しいです。ということでどうぞ。ピカーの化粧水使います。これすっごいお気に入りでめっちゃ使ってます。本当にこれはおすすめ。いやー、年末年始もう今3日かななんですけど、実家に帰ったりとかもしたし、友達と会ったりとかもしたし、すごい充実した、年月お正月よいしょ。2023年もっといろんな人とつながっていきたいですね。一人で引きこもって淡々と仕事するんじゃなくて、なんか出会いを大事にしたいなって思います。で、あとはファッションもメイクも超楽しみたいですねもう妥協なく毎シーズン毎月ちゃんとなんかいろんな新作とかを追っかけていけたら楽しいなって思ってます。ちょっとね、ルームツアーもできるように今頑張って、部屋もねちょっとずつあったらいいなっていうまま放置してた家具類とかを、集めたりしてます最近やってる結構褒められるメイクを今日は披露します。こちらのなんだっけ、これこのやつ使ってきます。これ SPF も入ってるバージョンで、結構割と新しく発売されてたと思うんですけど、めっちゃいいですこれ。あ、そう、アンブリオリスのプロテクションクリーム、日中用クリームを使ってきます。人気のやつは SPF ついてないやつだったかなと思うんですけど、 SPF ついてるバージョンが去年の確か上半期に発売されてて、で私は下半期になんか保湿力高い系の下地欲しいなと思って使い始めたっていう感じです。最近はこれかポランドジョーの下地を使ってます。ポランドジョーの下地は、ね、保湿力がすごいあるっていうより、すごいなんかフィット感があって、どんなファンデーションとも喧嘩しないし、私はすごく寄りにくいなって感じるので、その下地もずっと、もう学生の頃からずっと愛用しててっていうやつです。2023年ですよ、早いな本当。もう去年はいろいろあったんですけど、ブラックミーのクッションファンデーション使います。これもそう。でもなんか今年は多分ね、結構いい1年になるんじゃないかなと思ってて、なんか結構環境も去年1年いろいろ変わったりしたんですけど、今年はここのお家に引っ越してきて、まあね、年末すっごいでっかい風邪をひいて寝込んじゃってて、まだなんかこの家の周辺とかを楽しみきれてないんですけど、割と前住んでたところにもいろんなものがあったりとか、渋谷とか新宿とか前の家よりは出やすくなったりとかもしたりして、すごーく整ったんですよね、去年と比べて。なので今年はそのお気に入りの環境でちょっと本気でね頑張っていきたいなって思ってて、ファッションもメイクもみんなの参考になるようなことを意識しつつ、でもね、なんか動画のためにっていう風になりすぎず、リラックスしたありのままの自分で、いつも通りなんですけど
結局別に去年も無理してたわけではないんですけど、ありのままで活動していけたらいいなってしたら、そのヒースのコンシーラー使います。セカンドスキンカバーコンシーラー1番フェア。ヒースのクリスマスコフレすごい気に入ってて結構使ってるんですけど、限定だからさ、クリスマスコフレいつまで発売してくれてるの。日本バージョンの方を私ゲットしたんですけど、めっちゃ可愛いです。正月はね、年末にさゆりさんに会って、メイクアップアーティストの仲良しのさゆりさんに会って YouTube 30万人いったっていうお祝いをね、昨日私がしたんですけど、サプライズで。嬉しいですよね。30万ってすごくないですか。私は10万もなかなかいけないです。やっぱテクニックとかさ、メイクのみたいなのを分かりやすく紹介してくれてるから安定感があるんですよね、トリさん。でしかも人柄もそんなに可愛くて優しくて、だから私もなんか今年は、自分の流のテクニックとかもね、動画にしたりとか、なんか GRWM でおしゃべりだけじゃなくて、いろんな方法でね、みんなの参考になれる動画を作っていけたらいいなって思ってますけどね。はい、そしたらメイクアップフォーエバーのミニサイズウルトラ HD リュースパウダー使います。粒子がこれすごい細かくて大好き。最近はこれかナーズのリフコかコラベルシーのパウダーかディスクかディクションのやついっぱい使ってて、でもこのねミニサイズが手に取りやすくて、一軍ボックスの中にもしまいやすいから、結構これ頻繁に使ってると思う。2023年は新しいブランドにもいっぱい出会いたいですね。それこそメイクアップフォーエバーとかあんまり使ったことないかも。コンシーラーとかパウダーとかはベースは意外と使ったことあるんですけど、なんかカラーものとかは結構使ったことなくて、まだなんか海外のブランドっていっぱい使ってあげないと撤退しちゃいそうで怖い。好きなブランドは積極的に押さないと。アイシャドウは最近ねめっちゃ使ってるんですけど、こちらタルトっていうアメリカのブランドなんですけど、日本にも上陸してたらしくて、よくね旅行行った時とかに買ってたなと思って、セフォラでの懐かしい記憶が蘇るんですけど、それの春コスメですね。タルテッドジューシーアマゾニアンクレイパレット、すごいしっとりしててラメ感も綺麗です。すごいおすすめです。めっちゃ使ってます。これを使ってアイシャドウやっていきたい。こちら今日はねソファーを買い替えたくて、3000円ぐらいのね中古のソファーをずっと使ってたんですけど、動画にね軽く出たりもするじゃないですか。ソファー生活拠点になるし、なんかやっぱり気に入ったソファー欲しいなってずっと思ってて、そうだからちょっとこの年末年始見に行こうって思ってビジョブしてます。ソファーって結構値段するじゃないですか。私が今一番いいなって思ってるソファーは多分15万ぐらいするのかな。なんかリヒトっていうおしゃれな家具のセレクトショップみたいなお店があって中目黒にあるんですけど、そこがすごい好きで、できたらそこで買いたいけど多分買えない。ぜひ使います。高いんですよ家具本当に。私は洋服もコスメも好きで、家具は結構まあ好きだけど二の次にないと泣きちゃいやすいので、しかもすぐ散らかすし物多いからだから二の次になってたんですけど、でもなんかなんだろう、もうちょっとね私生活をそのままオープンに出したりとか、もっと動画でメイクを教わってしてるだけのこの
見た目だけじゃなくてもうちょっとなんか距離感が近い家をもっと出したりとかして撮影できたらもっと楽しいなって思ってて密かに。なのでそのためにも一旦整えないと皆様に見せれる家の感じにならないという。なので頑張ろうと思ってます。こんな感じ。したら次ここ。このブラウンも結構おしゃれブラウンなのでちょっと細めのやつに変えて。なんかアイシャドウのグラデーションもうちょっとアップしようか。アイシャドウのグラデーションを褒めていただけることが多くて嬉しいんですけど、なかなか動画でアイシャドウだけの企画とかってやらないから、インスタのねリールの方でアイシャドウメインで動画出していこうかなと思ってます。グラデーションの作り方とか、なんか人気のパレットとかのみんなの使い方がわからないって思うような多色パレットとかを使ってリール作ろうかなって今思ってます。なんかこうやって喋りながらだとやっぱどうしても限界があるから、したら上にここのキランキラン、こういうのが大好き。ブラシでのせてもいいんですけど、これ指でのせた方が、目の下はここを取って、盛れますよね。したらシアーレット使って、この限定のシアーレットを最近すっごい使ってます。はい、こんな感じで。はい、こんな感じで OK かな。ぼかして眉毛はメイベリンブローインクカラーティントデュオ02番チョコブラン使います。実家でめっちゃインスタライブしました。やっぱりお家に帰ると安心しますね。家を結構何回か引っ越してて、子供の頃からの家とかじゃないから、で自分の部屋が残ってたりとかもしないから、そんなに初めは最近まで慣れてなかったんですけど、最近は割と自分の家感が出てきました。これ使います。リンメルのプロフェッショナル 3D アイブロマスカ007。やっぱ自分の家感が出た方が嬉しいですよ。あとちょっとイメチェンしようと思って、2023年イメチェンもするし、いっぱい YouTube も更新したいし、結構ちょっと挑戦の1年にしたいなと思っているので、楽しみにしてください。一緒に楽しんでくれたら嬉しいな。このアーレン、そう、ちょっと一軍リップの紹介もしたくて、ベスコスのリップのね、こちら、ローラ・メルシエの005番。パッケージ違うんですけど、いつも売ってるやつ。シェーディングセザーの陣中を縮めたいという気持ちがあるので、ハイライト DR 使います。ハイライトどうやって調整したいのか、私あんまり同じのばっかり使っちゃって、新しいの全然調整しない。チークはナーズのこのチークパレット使おう。この色が好き。結構でもこれプレスされてて、普段のよりもちょっとなんか月が弱いかも。ナーズのチークってなんかもっとドバーってつくイメージなんですけど、これは柔らかいからすごく使いやすい。結構ここの2色混ぜたりとかして使ったりします。したらこちら、ナーズのパワーマットリップスティックの G01 番使います。おせち料理は私は一番数の子が好きです。もうプチプチとか食感系が好きで、
軟骨とかも大好きなんですけど、なんか硬い食べ物結構好きですね。焼肉だったらタンが好きだし、あとミノとかコリコリっていう、ね、焼肉のコリコリってみんな知ってますか？意外と知ってる人少ないなと思うんですね。キスミのヒロインミンクロングアップカールマスカラ、スーパーウォータープルーフ使います。焼肉のコリコリがすごい好きで、めっちゃ顎疲れるんですけど、なんか噛めば噛むほど美味しい系なので、でもある場所とない場所があって、多分ホルモンなんですよね、コリコリって。だから高級なところには逆にないのかな分かんないけど、なんかあるとことないとこがあって、どちらかといえばホルモン焼き屋さんみたいな、ちょっとこう下町っぽいところの方がコリコリいってるかも。でお正月だったら、そう、数の子が好きで、数の子となんかそら豆の、そら豆じゃないかな、あれ、なんか枝豆あいものが一番好き。おばあちゃんがね、いつも作ってくれてて、ちっちゃい頃毎年食べてました。でもなんか豆とその数の子のあいものが美味しいって大人になったら分かるんですけど、子供の頃はもう豆がいらなくて、枝豆をこう避けて数の子だけを頑張ってなんかつまんで食べてて、今思ったらさ、なんていう食べ方してるんだって、一緒に食べても美味しいぞって教えてあげたいんですけど、子供の頃はそんなこと分からず、ただただ数の子美味しいと思って数の子ばっか食べてて、だからなんか2日目とか3日目とか、そのおせちがもうなくなりかけの時とか、机の上におせちの残りが出ると、だいたい私のせいで数の子がほぼなくて、豆の和え物みたいな、豆料理みたいな感じの見た目になっていましたね。でも今考えたらちょっと偏食だったかもしれないですね、こんな感じ。したら最後グロス、アレムケリクイジョリップカラーの03番ボルドーウェーブを、グロスっていうか普通に今日はちょっとクールめな服なの、こんな感じのちょっと腹出しなデニムを着ていて、ちょっとクールに決めた日なので結びます。リベチェンしようと思ってて、美容室予約してるので、ちょっと楽しみにしててください。みんなもなんかリベチェンしましょう、一緒に。はい、ということで、これでクリスマスじゃない、2023年初のお正月メイク完成です。このメイク本当ね、どこのですかとか言っていただけるアイシャドウパレットで、すっごい推しです。しっとりしてて発色がすごく良くて、可愛い。特にこのパレットはすごくねおすすめです。日本でもねタルトが買えるんだって思ったので、ちょっとまたいろんなの見たいんですけど。でリップもやっぱり縦じわがね、冬は乾燥しやすいので縦じわ気になるから、縦じわが気にならないグロス系を上に重ねるのがやっぱり最近は安心するんですけど、の RMK は色もつくししっかりで、重たくないけど縦じわを綺麗にカバーしてくれて、綺麗な唇に見せてくれるので、このリクイドリップカラーは去年のベスコスです。私リップのベスコスはまだ紹介できてなくて、2022年にすごい気に入って使ったリップ紹介っていうのをまた動画撮りたいなって思ってるんですけど、その中にも絶対入れたいなって思うぐらい、他のリップと合わせて使うのがすごく多かった。1本でももちろん可愛いんですけど、まあ、色持ちはねそんなにないので、下にティントとか色持ちがいいよねって言われてるやつを仕込んでから、このリップカラーを合わせて使うっていう感じが推しな使い方です。この色もよく使ってて、05番なんですけど、お気に入りです。チョコみたいなぐらいかな、最近使ってるやつ。あとベースもね、最近これがお気に入りで、アンブリオリスの日焼け止めを一番使ってるし、でもねファンデーションとかパウダーとかは本当に、ファンデーションもパウダーも私結構大好きなので、日々なんか組み合わせを変えたりとかして楽しみたいなと思うので、そんなに必ずこれっていうものは少ないんですけど、まあでも RMK の、まあ、ファン
パークのクッションとかナーズとかを行ったり来たりして使ったりして楽しんでます。ちなみに洋服はね、今日ねすごい可愛いの。これは上はザラのセールで買ったやつで、インナーはシーンでしょ、で下はすごく昔にマルジェラで買ったデニム。これね、ここが開くようになってて、閉めることも初めてこうやって普通に着れるんですけど、開けて着るとちょっとなんか個性爆発できるような感じで、この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターも頑張って更新していこうと思っているので、よかったら遊びに来てくれたらすごく嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、行ってきます。